ち戦いそびれたな。桃よ、いい加減にしないか。戦い戦いと。はいはい。それはそうと、その着ぐるみを追い払った椎名美和子はいい動きをするの。さすが弓の椎名。美和子才能あるからな。修行も真面目にやってるし。私も頑張らないと。そうだな。離婚？とうとう私についてこれなくなったみたい。まあ頃合いだと思うわ。私このうち帰ってくるのも嫌だしさ。ここから引っ越す。山梨に移るぞ。え？正直離婚はどうでもいいけど、引っ越し？この楽器言うようになったわね。山梨に行くのはなんで？この女のせいで椎名家の風評はボロボロだ。なんかね、インバイフがいる家にされてるのよ。あんたのせいだろ。ここにいることに私は耐えきれない。むしろ今までよく耐えたとすら思うわ。ちなみに私は神楽坂の男のところに行くのさ。美和子、間違ってもついてくるなんて言わないでよ。痩せっぽちも治ってきて、あんたは間違いなく美人になる。私そっくりに。下手すると男を取られかねないわ。行くわけない。心底せいせいした。父さんのために私もこらえてきたけど、お前のおかげでどれだけ私が惨めな思いをしたか。ムカつく楽器。ほんと私にそっくり。美和子も中学生になるからちょうどいいだろう。またあっちで一からやり直せる。もう私は一から始まっている。友達ができたのだから引っ越したくない。ああ、あの仲良し男女グループかい。断言する。男と女は友情って適用されないよ。特にあんたのような女がいるならね。私の子だからわかる。あんたのせいでその男女グループボロボロになるよ。あんたが男を惑わしたりして力関係が狂って。ならない。風間ファミリーはボロボロになんか絶対ならない。どうだかね。いいからさっさと出ていけば。ああ、言われなくてもそうするさ。なんつう目つきするの、母親に向かって。ああ、不幸だわ。あんたなんて産むんじゃなかった。子供は母親を選べない。それも不幸。美和子に友達ができたのは知ってるが、私もここにいては精神が持たない。すまんが、決めたことだ。そう。でも私は、友達はキャップたちしか考えられない。だから、引っ越ししても会いに行く。これが、私たちの歩み、第3話。付き合う前に今までの記憶をまとめておこうかと。ちなみに母親は病気で行きました。私は心から嬉しかったけど、お父さんすごく悲しんでた。泣いてた。アーマで浮気されても好きだったという喜劇。私の一途さは父親遺伝だよ、ヤマト。
いつでも襲えるようにいるんだけど。とても認めたくないけど、体はあの女の遺伝。一途だけど、エロスです。はい。最後に何かもう一押しあればな。御殿場って、アウトレットとかあるとこ？話をそらそうとしても無駄だよ。どうやら今日は、俺様たちだけみたいだな。そうだね。なんかよ、最近微妙に集まり悪くね。うん、まあね、忙しい人もいるさ。金曜にはみんな来るよ、そのための集会だし。そりゃそうだけどな。知ってるか、こういう秘密基地な思い出って大抵は小学生の時で終わるらしいぜ。まあ僕たちは特殊だと思うな。そこでだ、思うんだが、もしかして俺様たちさ、もうこういうことする年齢じゃないんじゃねえの？ね、だから無意識でも足が遠ざかるというか。それは違うね、ガクト。秘密基地という言い方だけは子供っぽいけどさ、深夜によくコンビニ前に不良がたまるノリだよ。居場所っていうか。ああ、なるほどな。わかる例えだったぜ。ちょっとはやるな、モロ。でもよ、別の居場所が見つかったらどうなる？ここより居心地のいいところなんてないと思うけど。そりゃお前にとってはだろ？やけに引っかかる言い方するね、今日は。ガクトはここよりいいところがあるってわけ？ない。ここ最高だろ？じゃあなんでそういうことを？友達に彼女ができると付き合い悪くなる。あるね、そんな通説。僕らに関係ないけど、それが？今日同じジムに通ってるやつに愚痴られてよ。もし俺様に彼女できたと仮定しよう。集まりがかなり悪くなると思うぞ。だからそんな風にいつか俺様たちも集まりが悪くなっていくのか、複雑だなと思ったわけだ。ごくごく稀に真面目に考えるよね。心配はいらないと思うけどね。俺様も心配はしてねえけどな。てか単純に今月中旬から期末考査でみんな勉強を。あ、それ以上言うな、もろよ。まあそれにたとえ誰かがすごく忙しくなってなかなか来られなくなっても、きっと。お、今日は微笑ましいバカコンビがいるぞ。あー、バイト疲れたぜ。まあそもそも余計な考えだよね。そうだな。おお、どうした、何か相談事か、私に話してみろ。ガクトに彼女ができたと仮定しての話だから。そりゃないわ。はもんなよ。そう、余計な心配だよ。今日は弓道部に行ってくる。ちゃっちゃと終わらせて集会に備えるよ。部活に励む、良いことだな。ううん、定期的に弓持たないと感覚鈍るから。クールに流すな。部活の中で孤立せず、みんなと仲良くすればいいもの。迷ったが、都は一度怒らせているからな。自分たち以外ともつながりがあった方がいいと思う。
都には都の主義がある。これは理解した。しかし友ならば忠告ぐらいはしてもいいはずだと、二つの間で揺れている。わかった。だが任せきりにはしないぞ。押し付けはしない。打ち起こしはこんな感じだと思います。そうそう、椎名さんのポーズに似てる似てる。ちょっと斜めに打ち起こしてるのよね、椎名さん。正面の時もあるけど、あまり見ないわね。使い分けてるみたい。推測だけど。流派が違うんでしょうけど、むしろこんな風にしてるからプレミアムに命中率がすごいのかも。ちょっとそれでやってみれば。まず無理だと思うけど、ものは試しもいいかもね。私の真似をしているの？うわ、びっくりした。あ、椎名さん、ちょっとみんなで椎名さんを研究しているところなの。そうそう、やり方盗ませていただこうかなって、はあ、なんでプレミアムなため息を？冗談でも人のやり方盗もうとか10年早いよ。それに私のは独特だし参考にならない。小島先生の言うことをよく聞いていればそれでいい。一番綺麗な姿勢を教えてくれるよ。だって椎名先輩、みんなの弓道を見るっていう条件で部活に入ったんじゃないですか。技は教えない、盗みもするな、行動も守らないじゃ何のためにいるんです。そうだね。でも行動を守る気一切ないの。そんな勝手な、ちょ、聞いてるんですか。ああ、もうこうなっちゃうと聞こえてないし。この集中力がとにかくすごいよね。さすがです。何よりなんて鋭く軽妙な離れ。私たちと一緒に練習しましょう。私はいいって、自分で好きに動く。うん、ほんと自分勝手ですね。どうした、何を騒いでいるか。すみません、練習を始めます。ほら武蔵さん。はい。ん、やば、少しいいか。なるほど、椎名の勝手で亀裂は広まるばかりだな。私いよいよ椎名さんと話をしてみます。今のままだと夏休み前にクビだとはっきり言います。そうか、では椎名も退部だな。ええ、むしろきっぱり幽霊部員でいてくれた方が助かりました。優秀なのは認めますけど、優秀だから何をしてもいいってわけじゃないと思いますし、わがままはチームの崩壊につながりますから。あ、テストの点に影響出たらかわいそうだから期末後に。そうだな、わかった、気の使い方がお前らしい。しかし根の深い問題だな。椎名の協調性改善にもなると思ったが。ん？ああ、カットはいいよ。そのままどうぞ。しかし直江はカード切るのうまいな。お邪魔するぜ。おお、賭場は久しぶりだけどやっぱ熱気あるな。あー、畜生、また負けだ。おい、ヤマト、呼ばれて俺様参上だぜ。おい、ナオエ、勝ち逃げかよ。
ジで。なんでここに呼び出すんだ？え、マジで？ご紹介どうも。オッケーバイ。が、ギリ許容。実は話があるのは私じゃない。駅前のゴストに行って話そう。俺様に限ってそういうのは大丈夫だぜ。アミさん、連れてきましたよ。ああ、そうかい。ご苦労さん。そうそう、この坊やだ。ビンゴビンゴ。え、この人が俺様に用があるの？そういうこと。じゃ、頑張って。覚えてるかい？坊やとは一度会ってるね。うっす、親不孝通りで会いましたね。いやー、まさかまた会えるとは、運命ですね。お前はなんだ？興味ないよ。ああ、心配でついてきたのか。なに、簡単さ。最近飼っていた奴隷が使い物にならなくなっちまってね。新たな家畜を探していたのさ。今度は思いっきり若いのがいいと思ってね。筋肉質で壊れそうにないタフガイを探してたのさ。そんな時、坊やを思い出してね。俺様を？そう、あの時は 2,3 年経ったらって言ったけど、考えが変わった。今坊やが欲しいね。はははは、ヤマト、お前の輝いている時代っていつだ？俺様は今なんだよ。思えば長い長い戦いだったぜ。女ってのは運命って言葉に弱いらしい。まあいい言葉だとは思うけどね。それを利用してナンパするんだよ。ここで俺様が用意したのはブランド物の傘20本。それバイト代全部つぎ込んで買ったの？おお、でもうすぐ雨が降ってくる。で傘を持ってない女の子に貸すわけね。そう、ふとした偶然があってやつだよ。はじめはビニールの傘を予定してたけど、ヤマトの助言で取りやめになった。それはどうして？また安い傘だと返さなくてもいいと思うだろう。でもブランド物の傘ならどうよ。なるほどね、返すときにもう一度会えるよね。さあ運命をばらまきに行くぞ。これで勝てる。電話番号を聞き出せたのがたった一人だけか。それでも聞き出せただけよしとしようよ。でも1週間経過して何の連絡も来ないだろう。もうこっちからかけるしかないね。ああ、行くぜ。レッツテレフォン。ヘイヤピザヤパッシューニ。島津と申しますが、ハルコさんいらっしゃいますか？イラつくぜ。そんなピザねえよ。適当教えやがって、全滅かよ。って感じだぜ。苦渋の日々が今報われる。ああ、私は神聖のサディストだ。それと相性が合うやつを私の家畜にする。ふふん、俺様が適任でしょう。結構 M ですよ。ほら、こうして友達に責められて感じてるんです。
なーに、ド S の女を俺様の愛で変えてやんだよ。だって外見、スタイルとか、ごくりだぜあれ。ああ、アバよ。ようやく邪魔が消えたかい。さて、まずはホテルっすか。バカか、言っておくが、体なんて抱かせないよ。え、家畜に抱かれる主人がいるか、坊や。さあ来い。この人、俺様の溢れる愛で変えてやるんだ。この書店はなかなか味のある品揃えですよね。当たり前だバギャラ。何か感動できる小説はありませんか。ああ、俺のチョイスは泣けるぜ。あまり男の汗臭い話は嫌なのですが。いいから読んでみろってバキャラ。では言われた通りにしてみますか。こんにちは。頼んでおいた特撮の脚本入ってますか。おう、渋いチョイスするぜおめえ。やった、この本読みたかったんだよね。おめえたちが助けた猫、飼い主見つかったぞ。それは何よりです。まあ金持ちじゃねえから謝礼は気にすんな。ええ、それは別にいいんですよ。猫を助けたんですか。え、ああ、まあうん。こいつら仲間同士つるんでいろいろやってるからな。どうだおめえたち、まだ仲良しか。はい、おかげさまで。いつまで続くか、見物だぜバッキャラ。惰性で大人まで続くと思いますよ。うん、友達は大事にすべきですね。コウマまだまだ。はいはい、おとなしく待ってましょうね。私にもいるんですよ、そういうの。お、こっちは仲良しとるよか。まったく、どいつもこいつも揃っておめでたいぜバッキャラ。お祭り行きましょうよ、キャップ。祭りも楽しいけどよ、俺、思い出したことあるんだ。それ、わざわざみんなをここに集めたのと関係ある？大いにある。みんな、小学校の七夕を思い出せ。覚えてない。泣いてばっかりだな、犬。うっさいわね。もう泣かないわよ。俺たちは未来の俺たちにとタイムカプセルを埋めた。あったような気がする。そういえば。うん、あったあった。やったか。ほら、玉川のほとりに埋めたやつだよ。おお、願い事書いたやつか。偶然にも昔埋める時の夢を見ちまったんだ。なんか気になるからさ、みんなで見てみないか。ん？今から掘り返しに行くというのか。七夕の時埋めたんだから、七夕で掘り返してんだ。掘り返す時期が早すぎるんじゃないか。いやいや十分。何より俺夢に見たし、典型っつーのだから実行する。中身覚えてないから面白そうではあるな。そのタイムカプセルというのは。なるほど、
思い出というわけだな。いいですね、そういうの。未来への願い。何を書いたっけな。自分がどんな生活をしているかを夢見て具体的に書いたんだよね、確か。よく覚えてるわね、みやこ、さすが。ってことで、スコップ持って休校しようぜ。みんなが何を書いたのか興味があるな。お祭りも行きたいけど、とりあえずはそっちね。あった、これでしょ。はっ、みやこの指示した場所がズバリ的中だね。一発で当てるとはすごいぞ。いい記憶力だ。よし、開いてみろよ。少しワクワクしてきたぞ。うわ、カードダストが入ってる。懐かしいな。ソフビもね、捨てないでよかった。野球ボールみたいのもあるな。サイン入りか。あ、それ私が駒田さんにもらったサイン。将来価値上がるとか言って寝かせたな、確か。ファミコソのカセットもありますね。おもちゃの宝石、こういうのは各国変わらないな。あ、それヤマト見ない方がいいわよ。なんだ、見せてみろ。愛なんて言葉は幻想に過ぎない。俺の中には凶暴な獣が住んでいる。本当にこれ言ってたもんね。人とは所詮檻の中であがく獣に過ぎない。死んだら肉の塊。はっ、くだらねえ。やっぱ今開くと超ウケるぜ。ガクト、そんなに笑ったら悪いって。なんという痛い男だ。さん付けで呼びてえぜ。ヤマトさんにもこういう時期があったんですね。恥ずかしさで倒れちゃった。私だ、文句あるのか。ではかかってこい。さあ、私の胸で泣いて。あ、本当にミヤコの胸に行った。それだけショックだったわけね。すでに見つけたさ。みんなの将来の夢が書いてあるぜ。ちょっとガクトのでも読んでみていいか。いいぜ。どうせハンサムになるとかそこら辺だ。大人になった俺様はまず女の肉布団で目を覚ます。どんな小学生だよ。そして朝は新宿のビル群を見下ろしながら年上のメイドたちに体を拭かせサービスしてもらう。あれ、俺様こんなんだったっけ。そして愛車オロチで出社、受付嬢に告白される。どこまで都合いいのよ。エレベーターで社長室へ。おお、社長だったらしいぞ。200階に着くまでエレベーターガールを楽しむ。200階とかバベルの塔もいいところだよ。これで社長室に秘書いるなんて安直な展開だったら、ガクトとりあえず殴っておこう。
社長室で秘書が待機、挨拶代わりに楽しむ。株の売買で儲ける。アルゼンチンを俺様の国に。もうちょっと具体性のある夢書きなよ。夢に溢れてるだろうが。溢れすぎていて話にならん。じゃあ次ワンコね。え、私？何を書いたかな。成長期により背が伸び、バストも出てくる。かわいそうにな、いきなりアウトだぜ。何失礼なこと言ってるのよ、まだわからないよ。お姉様と並ぶルックスになったけど、バストが修行の妨げになる。邪魔だな。強さも開花し、格闘家として認められていく。でもマスメディアが何かとうるさい。なんだこれは、ギャグを書く紙だったのか。うるさいわね、これでもマジだったのよ。次モモ先輩。すべての人間は自分の所有物となり、川上駅前に偉大なる桃代十字寮建設に着手。めんどくさい仕事はすべて弟かっこヤマトにやらせる。当たり前だろ、何を今さら。これ宇宙への冒険、初めて地球外生命体を発見。これはなかなか真っ当な少年の夢だな、さすが。これにより外宇宙へと冒険の道は伸びていく。お、何やら雲行きが。高さてスローネルで太陽系の外へ。壮大すぎだろ。別の宇宙で別の地球を見つける。パラレルワールドにまで話が及んでるぜ。その地球ではなんとクマが生態系の頂点に立っていた。俺は対話を試みる。頂点界来た。これふーん、向こうの地球の人間たちは愚かクマね。この星のクマたちはもっとうまくやるクマよ。とりあえず南にいる白クマたちが邪魔だから、これから大量破壊兵器を投下するクマ。ところが南の白クマたちも同時に大量破壊兵器を発射していて、クマ文明は滅亡した。なんというシュールな展開。未来編だろうね。宇宙の果てにたどり着いた俺は巡り巡って地球に。テレミが効きすぎているぜ。いやー、やっぱ世界の果てってのは男のロマンだぜ。次ヤマトとモロ。中学行ってさらに進学して就職して。つまらんぞ。なんだお前たちこの人生設計は。現実を見ていると言ってほしいね。最後ミヤコ。最後にこういうのが来たな。読まなくてもわかるぜ。はい、私でも見当つきます。ああ、ヤマトとの熱い同棲日記だろ。耳を塞いでいた方がいいのかしら。お熱いことだな。これはまたえらいシンプルだな。いつまでもみんなといる、これだけだ。そう、それが私の願い。それで十分。ほんとシンプルだね。ヤマトとの赤裸々な日記じゃないのか。もちろんそれ超重要だけどね。それ自分で頑張るから、願わなくてもやれるから。当時はそんなことを思っていてさ。
難しそうな方を願いにしておいた。てか、いつまでもみんなといる願いの方が簡単よ。今もこうしてみんなでいるじゃないの。加入メンバー付きでな。そうなんだよね。ヤマトを落とす方がよっぽど苦労しているわけで、願いを間違えたかな。みんなでいることなんて簡単なのにな。だからそっちを願いにしちゃったのね。微笑ましい願いだな。叶っていて何よりです。それでこの箱をどうするの？また埋めておこうぜ。より地中深くに。うげえ、恥を埋めるだけの気もするがな。また数年後に、あん時は若かったと思い出すのさ。誰かに掘り返されたら腹切りもんね。解釈は任せろ。時世の句を言うまでは待つ。なーに、誰かに掘り返されても安心しろや。なんせ俺はリーダー、キャップだぜ。だからなんじゃい。何か起こっても責任は全部俺が持ってやる。うん、ちょっとぼーっとしてから行く。我ながら願いは逆だったと思って。ん？なんと、何が吉に出るかわからないね。じゃあ、惚れたんだね。ヤマトらしからぬセンチな感情。出たね。確かにみんなが揃っているとは言えないね。私がただわがままでみんなといたいと言ってるだけだよ。ヤマト、でもね、もう一つの願いはなかなか叶わない。いつか叶えてみせるけど。七夕補正を狙っていざ参る。ヤマト、付き合って。夢ではない。ヤマト、冗談とかなしだよ。うん、それでいい。長年の悲願が報われた。思いっきり叫んでみました。当たり前だよ、ヤマト！ヤマト、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 この日をどんなに待ったか。ヤマト！
ヤマト、これで私はヤマトのもの、ヤマトも私のもの。最低。ヤマト。じゃあ、もっといっぱい飲ませる。もっと口を開けて、ヤマト。初めてが欲しい。口も、あそこも、お尻も、どれも。もう、ヤマト、ヤマト。好き、大好き、ヤマト。ヤマト、私こんなにドキドキしてる。今は84、85いくかも。ヤマトに揉まれてる。ヤマト、
して。ヤマトのためにいつもシミ一つない肌。ヤマト、もっともっと揉んで。そのための胸だから。そう、こね回していいよ。ぎゅっと握って。思うまま、こね回して。ヤマトが吸うためのもの。もっと乳首いじって。ヤマト、胸が熱い。そこは、いつでも入れて大丈夫だから。その指の動き、エッチ。硬い、熱い、くんくん。
ムワッとしてるけど、いい匂い、あの虫。味も見ていい？あー、ずっと舐めていられそう。Ha ha ha ha!